どうも、ケイスケです。皆さん、リモートワークはしておりますでしょうか？僕はといえば、まあもう変わらずリモートワークなわけですよ。っていうか、もう家がね、作業場なんで、もうずっと家にいて、こう、パンワ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 ンと、パソコンガタガタガタってやってるだけなんですけども、まあちょこちょこカフェに行ったりとか、あとはミーティングしたりとかするわけで、で、よくね、最近コメントでいただくのが、ウェブ会議、あとライブ配信でのね、高画質で配信したいですと。いうね、お声たまにいただくんですよね。で、特に僕ね、昨日29歳になったみたいな、29歳になったのは先週なんですけども、昨日まあ29歳記念ライブ配信みたいなやって、やっぱりこうライブ配信綺麗だっていう声めちゃくちゃ多くいただくんですよね。っていうのもあるし、あとね、やっぱりウェブ会議、僕とかだったら結構新しい人というか、新しい取引先の人とミーティングすることがすごく多いんで、ウェブ会議で画質がいいとこう一目置かれるんですよ。うわ、こいつなんかできるみたいな感じにね、一目置かれるんですよね。なんでこうリモートワークならではの強みを生かすというか、なんかこうちゃんとしてるなっていうのを見せるためにも、僕はね、ウェブ会議は基本的にはちょっと高画質のカメラで撮ったりしてるんですけども、今日はそういう風にウェブ会議、まあズーム会議とか言いますよね、ズーム会議だったりライブ配信とかで高画質に配信する方法と、まあそういうのに使えるおすすめのカメラもご紹介していきたいと思いますので、ぜひ参考にしていただいて、こっからね、ミーティングで相手を威圧していこうと、バコンとやってやりましょうという回でございます。ということで、ウェブ会議の画質に飢える子羊たちを、みんな参考にしていただいて、ね、やっていきましょう。恥ずかしくなっちゃった。早速行ってみましょう。はい、ということで、僕のいつものデスクポジションにやってまいりました。で、みんなね、驚くことなかれ、こうね、カメラ買った人はこう USB の端子ついてるじゃない、カメラに。こう例えば α7 III だったら、ここにね、 USB-C の端子ついてるから、 USB-C とこのパソコンのね、 USB-C だったり USB-A だったりの端子につなげば、もうそれで接続して使えるんでしょと思うじゃない、普通思うじゃないですか。それがね、実は使えないんですよね。これも僕はね、全然理論上の構造は全く分かってないんですけども、とにかく今市販のカメラとかを普通にパソコンにつないだりしても、全然ウェブカメラとしては使えないんです。で、なんだけど、まあもちろんね、使えるように設定できるカメラもあるんで、ちょっと後ほどご紹介していくんですけども、接続方法としては3つあります、大きく分けて。で、1個はまあそのままつなぐパターン、後ほどご紹介するんですけども、この ZV-1 ちょっとね、魔改造しちゃってるんで、全然ね、みんなが知ってる ZV-1 と違うんですけども、こちらの ZV-1 であれば USB ストリーミングという機能がついているので、まあ直接 USB ストリーミング機能をオンにして、この USB からもう直接パソコンにつなげば、もうそのままウェブカメラとして使えるというのが一つで、二つ目がですね、大体どのカメラメーカーも専用のソフトがあるんですね。で、まあ USB 普通につないだだけじゃダメなんだけども、 USB 普通につないでその専用のソフトっていうのを入れてあげれば、ウェブカメラとして認識してくれますよっていうソフトが各メーカーから出されています。もうね、調べたところ、キャノン、ニコン、ソニー、パナソニック、シグマ、富士フイルムとか、もう一応ね、全部のメーカーあるみたい。まあオリンパスが今ベータ版かなとかなんですけども、まあ他のね、メーカーもちゃんとね、そのソフトがあるみたいなんで、まあそれを使うっていうのが2つ目で、3つ目がこちらですね、キャプチャーボードっていうアイテムですね。僕はこういうタイプを使ってるんですけども、はい、このね、キャプチャーボードっていうアイテムに、カメラからのこう HDMI で、まあこうスイッチとかね、まあ、ゲームとかでよく使うようなこういうね、 HDMI の端子をカメラからここに送って、で、ここで電気信号に変えてパソコンに送るという装置がありまして、この装置を買って認識させるという3つの方法があります。で、まあ、それぞれのやり方ちょっとご紹介していくんですけども、ただ1つ目2つ目のね、 USB ストリーミングと、あと各社のね、ソフトウェアの話に関しては、まずそもそも USB ストリーミングはもう話すことないというか、つなげたらね、一瞬でつなげちゃうのでもう問題ないし、で、各社のソフトウェアに関しては、その各メーカーのソフトウェアによってつなぎ方がちょっと違うんですね。なんでちょっと全部使ったことがあるわけじゃないんで、なかなか難しいんですけども、まあ、基本は、ソフトウェア、まあ、基本は例えば富士フイルムだったら、富士フイルムウェブカムって調べてあげると、そのソフトウェアのね、ダウンロードの画面が出てきますんで、ダウンロードしてあげて、で、ダウンロードしてあげて、まあ細かい設定をちょこちょっといじってあげたら、まあそのままウェブカムとして認識されるという形になっていますんで、まあそんなに難しくないかなと。
でもまあ3つ目のキャプチャーボードのやり方が一番難しいかと思うんですけども、ただねこれもね実はつなぐだけで、あのねこの僕であれば今ね M1 MacBook Air っていうのを使っているので、それにまあこれね USB ハブがあるので、ここにね USB でキャプチャーボードとつないであげて、でかつもう一個 HDMI の方はカメラとつないであげるっていう風にすれば、もうそれだけでパソコンの方には認識されます。でもうこの状態までいけば Zoom 会議では勝手にカメラとして認識されるんで、基本的にはこのね左下のボタンからカメラをチェンジしてあげて、このね FaceTime じゃなく、ちゃんとね外に外部認識されているカメラに合わせてあげるという風にすると、もう画面が切り替わってくれるんで、それでねウェブ会議とかできます。でライブ配信の場合、ライブ配信の場合はちょこっとだけ厄介で、パソコンに認識させただけだと、それをですね例えば YouTube だったりとか、まあ、Twitch とかもあると思うんですけども、そこの画面には送れないんですよね。なんで、何を使うかっていうとですね OBS というソフトを使います。これはい、このねナルトのなんか樹印みたいなマークのやつこのね OBS っていうソフト使うんですけども、これ無料でダウンロードできまして、まあ僕ねこれ僕これライブ配信の時も使うし、ライブ配信だけじゃなくあとは画面録画の時も使ってるんですけども、まあそういう風にできる機能でありまして、もうサクサクとご紹介していきますね。サクサクとご紹介すると、基本的にはここにねシーンっていうのを作ります。でこのシーンっていうのが、まあ、画面の切り替えみたいなもんですね。でこのシーンっていうのの中に映像キャプチャデバイス、これがねカメラの話です。映像キャプチャデバイスっていうのを入れてあげて、今だとこんな感じでね、まあ、今選べてないんですけども、ここのペンゴ HDMI グラバーっていうね、それが、このキャプチャーボードなんですけども、それを選択してあげればもうここに画面が出力されると。まあ、大きさとかちょっといじってあげるんですけども、あとは音声入力キャプチャー、これはねマイクがある場合ですね、まあ、マイクがなければもともとね音声は入ってるんで問題ないです。で僕の場合はこのね上に2つ入ってるんですけども、まあこれは気にせず、このね映像キャプチャーデバイスっていうのと音声入力キャプチャー、この2つがあれば問題ないです。で配信の設定に関してなんですけども、 YouTube でやる場合はサービスを YouTube に変えてあげて、でサーバーをプライマリー YouTube インゲストサーバーっていうのにしてあげて、ここにねストリームキーっていうのを入れます。このストリームキーっていうのは YouTube のライブ配信の設定をしてあげると、あの YouTube 側でストリームキーっていうのが発行されるので、それをここに入力してあげると。であとはこのね配信開始っていうボタンを押してあげると YouTube に映像が送られます。で YouTube 側でさらに配信開始を押してあげると YouTube のライブ配信が始まるというような形になります。ざっくりですがなんとなく分かりましたでしょうか。これね詳しく話しまくってるとかなりね長くなっちゃうんで、まあ端的にねご紹介した形になります。まあちょっと分からないよって方はぜひねライブ配信やり方とかで調べると、ネットとかでもねたくさん情報が落ちてるので、そこでね見てみてくれると嬉しいなと思います。でそうだ言い忘れたんですけども、各社が出してるソフトウェアってちょっとね解像度が あんまり良くないんですよね。解像度がだいたい1024×564 だったかな、なんか16対9のちょっとちっちゃいサイズなんですよ。で USB ストリーミングとかもだいたいそのサイズになっちゃいます。なんでウェブ会議とかだとこの解像度ってあんまり問題ないんですけども、ライブ配信の場合ってやっぱフル HD とかそういうので見たいっていう方も多いんで、ライブ配信する場合はこのねキャプチャーボードを使うのがおすすめです。まあ、そのさっき言ったその USB ストリーミングとかもできるんだけど、まあ、それよりもやっぱ画質がいいキャプチャーボードを使ってあげましょう。でキャプチャーボードは僕これ使ってるんですけども、あんまりキャプチャーボード詳しくないんで、一応僕の使っているキャプチャーボードだけ概要欄に貼っておきます、まあ、コンパクトでねちょっとおしゃれでいい感じ。ケイスケの動画はいっていう感じでサクサクサクっとご紹介してきたんですけども、表紙抜けした方もいるんじゃないかなと思います。なんか高画質でやるって言っときながらカメラつなぐだけじゃんと。あ、ホトピ、いってらっしゃい。じゃあね。ちょっと今から妻は歯のホワイトニングに行くらしいです。まあそう、それはちょっとさておき、本当に高画質に配信するためには、もうシンプルにここのね、パソコンのカメラから高画質なカメラに変えましょうよと。まあそういう話なんですね。で、まあさっきみたいな形につなげてあげれば、ウェブ会議、Zoom 会議でも使えるし、さっきみたいな方法でライブ配信にもできるという形になっています。でこっからじゃあ例えばそれ用にカメラを買うとしたら、まあそれ用だけじゃなくて、まあ普段使うのもあると思うけど、普段使いつつウェブカメラにも使えるカメラおすすめとかないんですかというふうになんか聞きたくなりません？なるよね、なるよね、はい、なるということで、僕もねいろいろ調べまして、あ、これはおすすめかもと思うカメラをピックアップしました。
いくつかピックアップしたんでちょっとご紹介していきます。でちょっと最初からちょっと番外編なんですけども、僕の場合、あくまで僕の場合の話で言うと、僕は今撮影に使っている α7S3 っていうカメラを使ってるんですね。で普段はこれを使っていて、この α7S3 って本当に色も良くて、あとはクリエイティブルックっていう結構ね、設定するだけでエモい色味になるみたいな、そういう設定があるんですよ。でそれを一番めんどくさいこのキャプチャーボードっていうのでつないで、いつもライブ配信してます。そう、僕の場合はこの α7S3 っていうカメラを使っているんで、まあ、もちろん高画質でおすすめはしたいんですけども、ただ値段がねえらいことになるんですよ。あの α7S3 がもう50万ぐらいするカメラなんで、それを気軽にねおすすめですと、そういう風にはちょっとなかなか言えないんですよね。なんで、まあ、おすすめではあるけど、ちょっとこれは省きます。α7S3 は省いた上で、他におすすめのカメラありますかっていうのをちょっと5つぐらいピックアップしてきたんですね。で5つのうちの1つ目、まあ一番おすすめなのがこれ、これが ZV-1 です。まあちょっと僕さっきも言った通りちょっと改造しちゃってるんで、こうレンズとかね上につけちゃってるんで、またね別のものになってるんですけども、この、ZV-1 に関してはさっき言った USB ストリーミングがついてます。そうなんで、ケーブル1本でパソコンにつなぐだけで、配信ができちゃう、ウェブ会議ができちゃうと、そういうカメラになっています。で加えておすすめのポイントを言うとこちらですね。はい、このバリアングルなんで、こうやって画面を見ながら、自分の方の画面どうやって映ってるかなっていうのを見ながら配信することもできます。でさらに美肌モードですね、このカメラ美肌モードっていうのが搭載されてて、まあ、それをオンにしておくだけで肌がねツルッとします。まあ、こんな感じでちょっと映しておきますけども、こんな感じで肌がツルッとするんですよね。なので特に女性の方とか、高画質なんだけども肌ちょっとツルッとさせたいよっていう方とかは、結構ねこのカメラおすすめだと思いますんで、ぜひね参考にしてみてください。おすすめのカメラ2つ目がシグマ FP ですね。このシグマ FP っていうカメラも USB ストリーミングというか、USB でパソコンにつなぐだけでカメラを認識してくれます。だしシグマ FP ってフルサイズカメラってやつなんですよね。まあ、ちょっと値段は張って、さっきの ZV-1 が多分今 7,8 万とかくらいで買えるのに対して、シグマ FP はさすがに20万ぐらいしちゃうんですけども、レンズも含めるともうちょいか、まあ、ちょっと値段は張るんですけども、まあ、その代わり本当に本格的なボケ感とかもあったりとか、あとは色味がねものすごくいいんですよね。あのティール&オレンジっていう海外の、 あの映画みたいな色味も使えたりとか、そういう色味もライブ配信だったり、あとウェブ会議で使えたりもするんで、まあ、使うかどうかは別として、色味をたくさんいじれるっていう面でもいいし、まあ、あとはそのね USB ストリーミングでもう1本でいけるっていうのがめちゃくちゃ楽なんで、まあ、ぜひウェブ会議とかライブ配信に使う場合はこのねシグマ FP っていうのも使ってみてください。で多分僕がちょっと調べた中なんで漏れてるかもしれないんですけども、僕が調べた中では USB でつなぐだけで配信できるのは多分この2機種なんですよね。これは漏れたらごめんなさい。僕もね結構調べたんですけども、なかなかヒットしなくて、僕が知ってる限りではこのね ZV-1 と Sigma FP だけになってました。でその他に関してはさっき言った各社から出てるソフトウェアだったり、あとはキャプチャーボードっていうのを使わないと、まあ、高画質でウェブ会議ライブ配信ができないという形になるので、まあそこまで面倒ではないんですけども、一手間かかるということで、まあ上位2つがこの2つで、あとおすすめなのが3つ目、よいしょ、僕もね今手元にあるんですけども、 GH5M2 というカメラですね。これこの前レビューさせていただきましたけども、これはめちゃくちゃ良くて、このカメラ自体はさっきの USB ストリーミングっていうのはおそらくちょっとね機能がパッと見た感じ今はなさそうなんで、できないんですが、ウェブ会議には使えないんですけども、ライブ配信する時でスマホ一つでできるんですよ。スマホとこのカメラをアプリケーションでつなぐと、もうそれだけでライブ配信ができちゃうんですね。パソコンいらなくても。なんでライブ配信とかにはめちゃくちゃ使えるなと。でウェブ会議で使う時はさっき言ったソフトウェアかキャプチャーボードっていうのを使ってあげないといけないかなと思うんですけども、まあ、それを差し引いてもスマホでライブ配信ができるっていうのはめちゃくちゃいいです。これはもうすぐ発売かな。であと色味もめちゃくちゃいいのと、いろいろ色味いじれますというのとか、あとはマイクロフォーサーズっていうセンサーのねカメラなんですけども、本当ねレンズが便利なの多いんですよね。で価格も本体はまあ20万近くしてしまうんですけども、レンズに関しては結構安いものが多いので、比較的値段もね低めに抑えられるという感じになっているということで、まあ僕はね結構これは推したいと思っています。まあもちろんさっき言ったバリアングルもあるし、あそこシグマ FP はバリアングルないのか、
そこはちょっとネックですね。まあ、ただこのカメラバリアングルがあるので自分の顔を見ながら配信ができるというのもすごく優れていますので、おすすめのカメラ3つ目は GH5 Mark II という形になります。で、個人的なおすすめ度合いで言うと今の3つがもうほぼ8割の気持ちなんですけども、ちょっとねあとの2つに関しては値段安めでこの機能があったら結構面白いかもなっていうので選んでみました。1個は富士フイルムの XA7。 このね XA7 ってカメラはですね、まあ、バリアングルになってて自分の顔を見れる、かつ美肌補正がついてるんですよね。で、富士フイルムのカメラってそもそもちょっとフィルムライクというか色味もすごく素晴らしいんですよね。だし値段も確か6、7万で買えて、まあプラスレンズなんで10万円以内ぐらいで収まるんじゃないかなと思うんですけども、値段も安いし美肌補正も入ってるってことで結構おすすめできます。まあ、ただねこの XA7 って富士フイルムのウェブカムのソフトウェアに対応してないらしいんですよ。なんで使う時にはこのねキャプチャーボードっていうのを使わなきゃいけないんで、まあ一手間一機材かかっちゃうんですけども、まあそれ差し引いてもバリアングルで美肌補正が使えて、あと値段も安いってことで結構手にしやすいカメラなんじゃないかなと思います。で、それと同じ基準でパナソニック DCGF10 っていうカメラがあります。これもですね一眼のカメラなんですけども、自撮りができる縦方向にチルトするカメラになってまして、で美肌効果とスリム効果っていうのもついてるらしいです。なんでこう美肌にしつつかつちょっとスリムにとかっていう風に撮影できるらしいんですよ。まあ、ただこちらのカメラもさっきのね XA7 と同じようにルミックスのウェブカムのソフトウェアに対応してないんですよね。なんでこのちょっとキャプチャーボードを使わなきゃいけないんですけども、まあ、そういうね、まあ女性に嬉しいような美肌の機能だったりとかスリム機能だったりとかもありつつ、あとは値段も安いし、さっきのこのね GH5 Mark II で言ったようなマイクロフォーサーズのセンサーのねカメラになってますんで、まあこうやってねレンズも、コンパクトでかつ安くて交換しやすいものがたくさんあるってことで、おすすめに入れさせていただきました。ぜひねウェブ会議とかライブ配信ちょっと高画質に配信したいよって方で今の5つの中からあこれ自分にぴったりかもなと思うものがあればぜひね検討してみてください。ケイスケの動画はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあズーム会議ウェブ会議だったりライブ配信で使えるようなまあ使い方みたいな方法だったり、あとはおすすめのカメラみたいなところを紹介してみました。まあ本当にネットにいろいろ配信したりとかウェブ会議する機会ってめちゃくちゃ増えてるんですよね。なのでまあ一個冒頭でも言ったんですけども、ウェブ会議とかでちょっと画質いいとやっぱね一目置かれるじゃない。ぜひねこのね上のこのパソコンの上のカメラからぜひ卒業していただいて、新しいねこういう一眼だったりとかコンデジっていうのを外部カメラとして使ってあげるとすごく本当に高画質に配信できると思いますんで、ぜひみんなチャレンジしてみてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。参考になったよと、良かったよと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それとはい、 Twitter、Instagram とやっておりますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、さっきうちの妻が出かけましたが、今日はですね実は妻の誕生日なんですね。なのでちょっとねお花でも買いに行ってあげようかなと思ってます。なんか妻がお花欲しいって言ったんで、なんでまあその様子とかちょっと SNS に上がってるかなと思うんで、微笑ましく見守ってくれると嬉しいなと思います。もう多分誕生日終わった後の公開だけどねこれ